ニコラス・トンプソン・スウィッシャーは、アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス出身の、元プロ野球選手。左投げ、両打。父のスティーブ・スウィッシャーも元メジャーリーガーで保守として、MLB オールスターゲームにも出場している。妻は、女優のジョアンナ・ガルシア。2002年の MLB ドラフトで、オークランドアスレチックスから一巡目指名され、契約。2004年9月3日に、 マーク・エリスが15日間の故障者リストから60日間の故障者リストに変更されたためメジャー昇格を果たし同日デビューを果たした20試合の出場で15アンダーに本塁打を記録2005年は右翼種のレギュラーを獲得打率236と低迷したが新人選手として21本塁打はリーグ1位対74打点は リーグ1位となった。2006年は打率254.35本塁打95打点と打撃3部門で自己最高を記録した。また97死球152三振を記録し、本塁打死球三振はいずれもリーグ10位以内に入った。左打席ではアッパー軌道のパワフルなスイングに対し、右打席はコースに逆らわず、 広角にライナーを弾き返す打撃を見せるようになり、対左打率も向上した。しかしながら得点圏打率は、190と低かった。8月8日のレンジャーズ戦でルーベン・シエラのスイッチヒッターとしての球団シーズン最多本塁打記録を更新した。2007年4月23日のオリオールズ戦でルーベン・シエラのスイッチヒッターとしての球団通算本塁打記録を更新している。 2007年シーズン途中の5月に、同年の年俸を40万ドルから70万ドルに引き上げるとともに、この年から5年総額2675万ドル、6年目の2012年は1025万ドルの9段オプションで契約延長した。同年、本類打は22本に止まり、前年ほどの成績を残せなかった。2008年1月3日に、 ライアンスウィーニーら3選手との交換トレードで、シカゴホワイトソックスへ移籍。ホワイトソックスでは一塁1種として71試合、中堅種として70試合、左翼種、右翼種として、それぞれ18試合に出場。前年を上回る24本塁打を放ったが、自己最低の打率、219に終わった。2008年11月13日に、 ウィルソン・ベテミーラ3選手とスウィッシャーラ2選手との交換トレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2009年、ゼービア・ネーディの控えとして開幕を迎えるも、ネーディが肘を故障して離脱したためレギュラーに抜擢され、リーグ2位の97死球、自己最高のオプス869を記録。4月13日のタンパベイレーズ戦では、 味方投手陣の大量失点により5対15と大差がついたことから8回裏にヤンキースの野手としては1997年のウェードボックス以来12年ぶりに投手としてマウンドに上がりメジャー初登板を果たした。打者5人に対し21球を投げ、被安打1、四休1を許したもののゲイブキャプラーから三振を奪うなど粘りの投球を見せ、1回を無失点に抑えた。 急速は70マイル台がほとんどで、最速は80マイルだった。高校時代以来の当番だったというスウィッシャーは、試合後に興奮したし楽しめたね。とコメントしたものの、こんな機会は今後、絶対ないだろうね。本当にチームは良くなかったから、笑って済ましてなんとか前に進むために、たまたま起用されただけだよと語った。2010年は、 それまで4年連続で80以上の数字を維持していた。支給が58まで減少したため、2009年と比べて出塁率が低下したが、一方で打率は自己最高となる。288という数値を記録した。また、自身初のオールスターゲーム出場を果たしたほか、2年連続で29本塁打を放って、前年を上回る89打点を叩き出した。 シーズンオフの12月10日には、同年3月に婚約していた女優のジョアンナ・ガルシアとの結婚を発表し、同日に結婚式を挙げた。2012年12月23日、クリーブランド・インディアンスと4年総額5600万ドルで契約合意した。2013年1月3日に入団会見を開いた。同年は、小一類主として四十五試合に出場し、十二。 本類六打63打点1盗塁、打率、246だった。2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は49試合に出場していたが、5月27日に、左膝の過信点で15日間の故障者リスト入りした。最終的には97試合に出場したが、打撃不振が続いて打率、208.111三振という成績を記録。 ホームランも8本に止まって、連続20本塁打以上が9年でストップした。2015年は、さらなる不振に陥り、30試合の出場で打率。198.2本塁打、8打点、オプス0.558という低調な成績に終わった。2015年8月7日に、クリス・ジョンソンとのトレードで、マイケル・ボーンと共にアトランタ・ブレイブスに移籍した。 ブレーブス加入後は46試合でプレーしたが、打撃は復活せず打率。195に終わった。守備では、左翼手25試合で DR、DRS-5、一塁手で DR、DRS-1 だったが、失策はなかった。2015年の合算成績は、76試合の、出場で打率。196.6本塁打、25打点、オプス0.631であった。 2016年、ブレーブスは、スウィッシャーのトレードを数ヶ月にわたって画策したが、獲得を希望する球団は、現れず、結局3月28日付で自由契約とした。2016年4月14日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。7月2日、家族と一緒に過ごすことを優先するため、シーズンの残り試合を欠場すると発表した。 この年はメジャーに昇格することなく、マイナーのトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで主に一塁手や、指名打者として55試合に出場し、255.7本塁打、25打点、オプス、674と定調な成績に終わった。2017年2月17日、引退を表明した。2018年2月25日、 ヤンキース GM 特別アドバイザーに就任。珍しい、左投げのスイッチヒッターで、長打力と選球眼を兼ね備えている。しかしながら、打率、得点圏オプス、三振はどれも低水準という欠点も合わせ持っている。また、ポストシーズンに極端に弱く、これまで、ワイルドカードゲームに1回、ディビジョンシリーズに6回、リーグチャンピオンシップシリーズに4回、 ワールドシリーズに1回、合計すると47試合の出場で打率。165であった。試合中はユニフォームを着ているのでわからないが、スイッシャーの左胸には、BLS というタトゥーが彫られている。これは2006年8月に亡くなった祖母のイニシャルである。おばあちゃん子でかなり、ショックを受けたため、彫ったと言われている。またアンダや、本塁打を放って、ベースやホームを踏んだ際。 空へ向かって両手を上げるポーズを行うが、これは天国にいる祖母へ向けたポーズだと述べている。ありがとうございます。